くて素早くて忌まわしいあれ、さっき調理場の方で、きっとまだ近くに潜んでるわ。ああ、あれミラネってあれ苦手だよね。なんとかしてよリサーナ。そう言われてもどこ行ったの。誰でもいいからなんとかして。もう帰ってきたな。よかった。あれの脅威は去ったのね。でもよく言うよね。一匹見たら30匹はいると思え。やめてよ本当に。念のため調理場全体に毒をまいて。食材がダメになっちゃうでしょ。大丈夫大丈夫。いたとしても見つけなきゃいないのと同じだよ。気になるものは気になるの。しばらく。大げさだな。もうそうそう何度も。ウェンディ、私に何か用か。実は一緒に行ってほしい場所があるんです。そのワース樹海に。ワース樹海。ああ、そういうことか。だが私も一緒でいいのか。あそこはそのお前にとって特別な場所だろ。ウェンディ、ギルドの仲間と一緒に行きたいんだって。今のギルドの仲間とね。はい、それに私をフェアリーテールに誘ってくれたのはエルザさんだから。なるほど、わかった。そういうことなら私は構わない。ありがとうございます。あれ、ミラさん、リクエストボードの前でうなってどうしたんですか。何か悩み事でも。ね、これうちに来た依頼なんだけど、私にぜひ受けてほしいらしくて。わあ、依頼主のご指名ですか。すごいじゃないですか。やっぱり大魔導演舞とかで活躍してたから。それ自体は嬉しいんだけど、ほら私って一応引退した身だから。見てる限り全然現役バリバリだと思うんですけど。それにギルドの受付のお仕事があるから、ここを離れるわけにはいかないのにね。話は聞かせてもらったぞ。
それくらい私たちが代わりにやっとくよ、ミラネ。リサーナ、エルフが代わりにやっとくって。ミラネが外にお仕事に行ってる間、私が受付のお仕事を叶ってあげるってこと。あ、エルフに。姉ちゃんの留守の間は俺たちがギルドを守る。二人とも。ミラさん、二人もこう言ってますし、依頼受けたらどうですか。依頼主の人もその方が喜ぶでしょうし。そうね。じゃあ任せちゃおうかしら。よし来た。ミラネーの代わりにバッチリやっとくからね。そうと決まったら早速準備しなくっちゃ。頑張ってきてくださいね、ミラさん。あ、ルーシー、この依頼実はルーシーも指名されてるの。一緒に行きましょうね。え、そうだったんですか。依頼書にこうやってスタンプを押して。そうそう、上手上手。もう子供扱いしないでよ。これくらい私でも普通にできるよ。これで手続き完了っと。それじゃ頑張ってきてね、ミラネ、ルーシー。はーい。留守番よろしくね。ここにしましょう。ミラさん、ありがとう。あら、やっ、強敵だ。みんな気をつけろ。
ソウル、セイラ。殴っちゃおっか。来て、エルフマン。姉ちゃんを守る。気をつけろ。私たちの勝ちね。
おっと。強敵だ。みんな気をつけろ。行き先はここにするか。そんなに難しくない依頼でよかったわね。いやー、ミラさんの戦いっぷりのおかげですよ。本当に強いな。あれ、
なんかギルドの前の通りに人だかりができてません？本当ね、何かあったのかしら。おいおい騒がしいな、ギルドの方で何かあったのか。なんでもどこかの闇ギルドがフェアリーテイルに襲撃をかけたって話だぜ。みんな、ミラさん、私も行かないと。散らかっちゃったけど全然平気だよ。何事もなくてよかったですね。ミラさん、ミラさん、よかった。本当に私あなたたちに何かあったらどうしようって。どうしようって。大丈夫だよミラネ、私たちはもうどこにも行かないから。そうだぜ姉ちゃん、俺たちだって成長してるんだ。姉ちゃんがいなくてもギルドのルスくらい守れる。もっと私たちを、仲間を信用してよね。元気復帰ってわけだな。ってことは今後は私たちからミラさんをチームに誘ってもいいんですか？ええ、誘ってくれたら嬉しいわ。すっごく心強いです。絶対改めてよろしくねみんな。ルーシー、ちょっと顔貸せや。あら、ガジルから私に用なんて珍しい。で、まさかまたバックダンサーやれなんて言わないでしょうね。ちげえよ、仕事の話だ。一つお前に手を貸してほしい依頼がある。こいつだ。魔法研究のための資料集め。なんか地味な依頼ね。というか、ガジルって研究とかそういうの興味あったっけ？興味も知識もねえよ。だから手を貸せっつってんだろうね。お前、本とか詳しいんだろ？そりゃ人並みには詳しいけど、こういうのはベビーちゃんに頼んだ方がいいんじゃないの？仲いいみたいだし。別に仲良くはねえ。
あいつはそのなんだ忙しそうだったからな。私は暇そうってこと？どうしようかな。ん？達成してくれた暁には以下の特別報酬もお渡しします。ってこれすごいレアな魔導書じゃない。ほう、わかるのか。私はそこまで詳しくないんだけど、この間レビィちゃんがなかなか手に入らないんだって話してたんだよね。でどうすんだ、手伝ってくれんのかよ。まあ他に用事もないし、いいわよ、手伝ってあげる。ギヒ、それじゃあよろ。どうしたのか。おいラクサス、そんなとこに突っ立ってたら邪魔だぞ。どうしたの、依頼書見て頭抱えちゃって。変な依頼でもあった？お前らちょうどいいところに来たな。ちょっとこの依頼を代わりにやってくれねえか。なんだよ、お前がそんなこと言うなんて珍しいな。そんなヤバい依頼なのか。内容は行商人の護衛？別に変なところはなさそうだけど、これくらいラクサスならなんともないんじゃ。結構報酬いいじゃねえか。譲ってくれるって言うならありがたくもらってくぜ。じゃ頼んだぜ。